はい、まゆー。はい、お昼ですね。さっき朝食ったと思ったらもうお昼だ。早いなぁ。ほら、これさっき作ったやつですね。魚がちょっとありますね。おじいちゃん来ましたからね、食べてきました。おいしいおいしいっつって、ご飯にちょっとだけ食べてきたね。それで今日は何やるかというと、今日はですね、これが何やるかというと、実はこれがね、昨日僕食べちゃったんですね。うどん。で、ただね、この冷凍のうどん1は1個あるのを、これ1個をみんな食っちゃうと、もう、血糖値度が上がりだから、食べて半分残したんですね。それで、今何をやるかというと、焼きうどんしようかと思ったね。うどんはね、うどんにしても焼きそばにしても、とにかく、なんて言うんだろう。これを使ってね、豚が美味しいですよね。とにかく血糖値上がらないように食うのって難しいんですよ。もうしょうがないね。ところが、焼きうどんにして、これもやしとかね、キャベツとかをどっかんどっかんにやって食べると、意外なほど血糖値上がらないんだよね。キノコね、まあ、頭に少しあるね。よし。で、ついでにこう、いらないっていうか、食べ残ってるやつに入れてやるとかね。おにしめもちょっとあるんでね。おにしめ食べるか。おにしめと彦星。すいません、つまらなかったですね。たったったら、たったったら。それで、これはね、ちょっと。炭水化物ってあれなんだよね。なんていうの、食事はバラエティに富んだような方がいいですから言うんだけど、炭水化物ってもう入ってくるともうそれだけで満足しちゃうから、これほどバラエティのないものはないですよね。毎日炭水化物がお腹になるわけだからね。はい、よいしょ、まいちゃん。はっ。まあ、美味しそうだね。よかったね。キャベツが好きで、うちのじいちゃんもキャベツ好きだよね。ちょっと食べようかな。キャベツの芯の方ってさ、餃子で使いたいんだよね。これ餃子で使おう。もうちょっとこう芯でないところが嬉しいからね。芯。うん、そうだな。これ餃子で使おう。皆さんが作ったら餃子になるわ。はい、じゃあキャベツにしましょう。キャベツね。キャベツをこのぐらい取れば、もう、山盛りだよね。キャベツね、葉っぱね。はい。はい、めいちゃん。それで、まあ、あんま千切りじゃなくてね、大きめに切ってあげて。結構な量でしょ。結構毛だらけ、猫灰だらけ。ここから先言うとあれだよね、レーティングコードに引っかかるよね。ダメだよね、Google。 なんか Google に同意を求めるよね。あ、なんか今日何も言ってくんない Google。 あれだよね、Google にこう聞いて、いいよね Google って答えてくれるんですよさ。妄想だよね。人は妄想の中に生きる。妄想だけ話。妄想だけ話。はい。キノコはね、焼きそばに入れるキノコは難しいですよね。難しいです。大変美味しいんだけど、焼きそばに入れるキノコってちゃんと火通らないと、ってなるでしょ。なんで、焼きそばに入れるキノコはちょっと、やっぱ別鍋でね、やりますね、さっきね。肉と一緒に別鍋で。こうやってちょっと切ってあげましょうね。まあ、大きくてもね、平たけ大きくて美味しい場合もあるんだけど、やっぱりそうじゃない場合もあるからね。それはやっぱり食べる人の心に従って、ギョイ。
モーセの塔だよね、グーグル。なんか答えてくんないね、グーグルね。あのあれだよね、頭の中で電波通じてる人だよね、グーグルといつも喋る人ってね。そんなことねえよ。でも携帯電話じーっと見てる人ってさ、昔の人から見たら何あの人ちょっとおかしいんじゃないと思われるよね。なんかあるとこうピッて耳につけてさ、で うなずきながらさ、なんかこうその人にしか聞こえないことを聞いてるわけだからね。そんなこともいいよな。はい、じゃあこれからこれね、この人行きますからね。この人は別鍋で先にチューチューと行きます。チューチュー、チューチューと行きます。ナスが難しいね。ナスはこうなんていうの、あの組織が非常にしっかりと分かれてるんで、細かく言えばいいんだけど、細かく言うとナスって面白みがないじゃない。こうちょっとした大きさの中にこう味が入ってるのが一番いいからね。このぐらいの大きさが一番僕好きなんだけど、このぐらいの大きさでやろうとするとなかなか難しい。ほら、かぼちゃうまそうだね。ほい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 。で、こっち側でやっぱり始まりますね。いつもいつも別鍋でチュリチュリと焼いてると思うので、肉だね。チュリチュリと。チュリチュリと焼く。今焼きそばソースきましたね。これ一本あるだけでものすごく料理の幅が広がりますよね。ものすごくしたかった。焼きうどんできるだけでしょ。何がものすごくですか。一つ増えただけじゃないですか。ゼロより1は大きいんだからすごく増えてるよ。何言ってんのよ。どっちだよな、グーグル。どっちの言い方すんだお前。いや、私はやっぱマサヤさんに買ってもらったパソコンにくっついてますから。パソコンにくっついてんだあれ。いや、パソコンを経由してこう出てくる人ですから、なんかお札みたいだよね。やっぱりなんかね、いろんなメーカーのパソコンによって違うんですかね、効果ね。やっぱマイクロソフトのあのサーフェイスってやつ、あれ一番、いや、ごめん、違うわ。アンドロイドだわ。アンドロイドのクローン版の Google、やっぱり一番頭いいんだね。ああ、やめよう、もう。もうやめよう。だから、でもずっと、AI のことばっかり、ちょっと、仕事とは関係ないんだけど、仕事で。関係ないんですよ。仕事は別に AI の仕事やってるんですよ。なんかね、そういうの考えてたら、止まんないですよね。止まんないですね。生産止まんないですね。ある程度焼きが入ったところで、これ入りますね。金の粉にやめろ。いっちゃったよ。宣伝になったよね、今ね。もしかしたらこれ隙間でした。冬は寒いんだよね、隙間風なんちゃってね。面白くないじゃん、笑えよな。でも子供にとって一番の悲劇はあれだよね、親のつまんねえダジャレに笑ってやんなきゃいけないことだからね。それで。で、どうなの？お前の大事そんなつまんねえ。どう？
世界公認。こっちにちょっと味入れますけどね。それはオイスターソースでちょっと味入れる感じがいいんだよね。それね、こっちに炭水化物がいますから。炭水化物にちょっと油、ごま油、ってですね。炭水化物にちょっと油でごま油。炭水化物ってやつはなんかバラエティの飛んだ食卓を失わせるんだよね。もうこれだけで何でもいいから、その満腹になっちゃうから、このうどんで4食分にするんだったらまあいいんだよね。炭水化物って毒なわけないんだからさ、なんか昨今のなんていうの糖質制限というアホな流れ、糖質制限してどうすんだよ、ね、おまんこ制限とか言っちゃった。あ、ちょっとレーティング上がるね。それ制限すれば確かにエイズはかなり減るけどさああ、やめた、もうやめた、もうやめた、はい、もうやめましょう、別な話にしましょう。ね、このもやしね、これだけのもやしの量をわっと炒めようとすると大変なの。そうですよね、もやしも取ってくるよね。クロスペンもやし、これ安い方のもやしね。いつも僕買ってたらブラッパーってやつとか全然違うのね。で、サンダーバード一応チャチャラーン、チャ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 ラーン、チャチャラーン。ちなみにサンダーバードっていうのはなぜかというと、ここがこうシュッと開いて出てくるからだよね。なんかサンダーバードが出てくるみたいでしょ。いや、サンダーバードの中のなんかあれ忘れた。サンダーバードっていうとあれだよね、すぐにモジュラーのあれを思い出すからね。なんだっけ。はい、だんだんこっち、メールクライアントね。メールクライアント、おお、うまそうだの。うわー、なんか楽しそうだね、このソースね。それでここにソースにこういろいろと味が入ってきますね。一生懸命一生懸命こうやって、なんて言うんだろう、味がね、水分がなくなっていってしまってくれたら、そこに味を入れます。オイスターソースね、オイスターソースと醤油、パイアッパー。オイスターソースに醤油でね、まずはスタートして、ちょっと焦がしたところでね、ちょっと焦げが入ったところで、焼きが入ったところで、醤油が入って、かけ入れましたね。それで、まあ、肉をこうね、ちょっと味を入れてやって、で、ベースの味はこれね。当然のことながら焼きそばソースを使いますけど、これだけでもあるんですね、いろんなことが。いいことまるさーい。あれ？なんだっけこれ。あの女の子かわいかったよね。いや、この、あんたの女の好みの話聞いてんじゃないですよ。だって俺いつもお前のところで検索してんねっか、女の名前入れては写真出してもらって、あんなの好みだったんですか斉藤さん
なんでマサヤさんじゃなくて斉藤さんに急に変わるの。まあいいよ。じゃあ行きますか。キャベツ炒め。この量のキャベツが半分のなんだっけあれに入るわけですよね。半分の色にね。本当にね、野菜はね、水だから上手に炒めるとどん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 なくなるね。まず最初こうやって、油で野菜の表面をコーティングするとかの。で、火力弱いところだとできませんって言うけど、それなりの量だったら全然問題ないですよね。これもこう返してやるの、一生懸命返してやるならっていうと、ちゃんと火が通っていきますね。もう少し油が多くなって思いましたけど、だんだん表面から水が出てくると10以上と出てきますね。これがね、やがてはまいちゃんがちょろちょろしてますね。やっぱいい匂いするんだろうね。ダーン、ダーン、ダメ、ちゃんとダーン、ちゃんとダーン、ちゃんとダーン、ちょっと癖ですから。ダメだ、もうちょっとちゃんとダーン、ちゃんとダーン、ダーン。よし、ちょっと今1回転しましたね。ああ、キャベツ一つであんなことしなきゃないなんてな。まるでサラリーマンよ。違うの？なあ、年収のためにな、社会を敵に回すなんてな、まるでどこぞの自動車屋の一旦偉い人よ。いいな、あのぐらいからもらえるならいいよね。あれ1万だし絶対なんないもんね。何やってもね。いいね。でもこのキャベツの美味しさを食えないってのはかわいそうだよね。いや、食えるでしょう。あ、すごくいい香りがしますよ。ね、もう随分半分ぐらい減ったでしょ。もう一つですね。匂い嗅いでキャベツ、もやし臭さがね、なくなってきたらね、大体起きて。まだもやし臭いですからね。でもこうやって分かるように水が出ないでしょ。ほぼ出ないでしょ。ここにね、水出てこないでしょ。ここにね。つまり野菜のソースから水が出た瞬間に蒸発するでしょ。これは蒸すっていう状態ですよね。蒸すか。まるで人がキャベツのようだ。いや、キャベツですか。ほい。こうやってね、うまいんですね。やり始めた時の3分の1以下ぐらいになってますね。ここをやったところでこの人たちを、ね、ここにね、この人たちを入れてあげましょう。これ味決めですよね。ああ、ソースの焦げる香りが美味しい。もう一度ソースだね。
うわ、危ねえ、今これ取れてガバッといったの。あー、おいしい香りがする。おしゃれ香りもおいしそう。ですということで、お昼は焼きそばですね。ただ焼きうどんですね。それも昨日のうどんを使ってやりましたね。キャベツはほぼ半分使ってるでしょ。今200円、キャベツ200円ぐらいだから100円しないぐらい、80円ぐらいキャベツがね。で、肉は300円ぐらいの肉を半分使ってるから150円だね。うどんはまたそれで、やっつけてますから、うどんはあの冷凍うどんだから1玉100円の半分50円ですよ。だからこれで全部で300円から400円ぐらいですよね。これでね、そのぐらいになります。ちゃんとこうやって作るとね。だからうどんをあの1個全部丸々作って、キャベツをちょこっとだけ使うっていうようなものが商品化された、食事というふうに僕は呼んでますね。基本的にそれはもう体内に入ってくる大事な要素がうんとなくなってしまうんでね、ダメなんだよね。一生懸命見てますね、前で。なんか人に手出されると取るっていうね。はい、ということで皆さんも美味しいお昼ご飯食べて元気にやろうじゃないですか。これ僕こっち側の半分ぐらいと、あとは昨日までのね鬼しめがあるんで、それを食べて、おそらくはそれで、お昼は満杯満足ですね。これだね、昨日までの鬼しめね。これ食うだけでもお腹いっぱいなんだけどね。そうすると夜鬼しめだね。あとね、餃子も作ろうかな。キャベツも芯あるし。はいはい、毎日毎日なんか作る商売ってのは商売だね。作るのってのはあれじゃ楽しいけどね、慣れるまでは大変。じゃあみんな頑張ろうな。おう。